はい、どうも皆さんこんにちは。というわけでですね、今回はですね、日常会ですね。日常ということで、こんな感じで、まあ、どんどんこう、ミッションをクリアしていく回となっております。はい。そんな感じでご視聴よろしくお願いします。すげえな、なんかこれ。これ、なんかさ、宇宙みたいな感じでさ、すげえ立体的にまあいいか。いや、よくない。ラビュアルチームより先に。何やねん、それ。わしとしよう。ド変態プテラ君。わしと勝負じゃん、つってね。はい。わしとしよう、つって。なんでもないです。はい。なんか、プレゼントみたいになってんだけど。何これ。なんかさ、調査のお礼をくれるみたい。お礼あるやつはこんな感じになるんだ。ドラミドロ。ドラヘドロ。私の毒々ハウスに来ないか。これ、モンハンなのかな。もう基本的に、ポケモンを信じられないっていう。ポケモンを信じられなくなってしまった、俺は。はい。というわけで、もうちょっと裏でですね、道具の準備とかしたので、まあ適当に話しかけてみるか。シェルダー君に噛みつかれました。これ前も話したな。噂を聞いたんだから、本当はどうなんだろうか。お、調査団メンバー。兄貴の居場所知らねえよ、こっちが聞きたいぐらいだぜ。急にどっか行っちまうし。本当のこと言えよ。教えてくれ。大切なことなんだ。めっちゃ疑われてるけどな。さあ、じゃあ行きますか。ちょっとね、今回は、どこの大陸行けばいいんだろう。ちょっと世界地図見てみるか。これで受けてる個数が上がる。水の大陸行きてえな。水の大陸ってここか。水の大陸は俺が今いるところですね。ちょっと待って。霧の大陸。そうですね。霧の大陸にちょっとクエストいっぱいあるので、じゃあ霧の大陸行きましょう。そうですか、エンテが石に。それにしてもなぜここに来て伝説のポケモンが狙われているんでしょうか。ちょっと一言喋ってくれるっていうね、ラプラス。すいません、じゃあ霧の大陸に行きましょう。砂の大陸とかもな、やっておきたいとこなんだけどな。うん。L ボタンでスピードアップだってさ。うん。すいません、これコメント読みました。まあ、下に書いてあるんだけど。普通に気づきませんでした。すいません、アドバイスありがとうございます。うん。よし、行くか。ノエタウン、相変わらずなんかさ、あ！へぇ。そう、ノエタウンはなんか雰囲気いいよな、すごい。すいません、じゃあ、もう特になんかびっくりマークがついてる。カフェ一回寄ってくか。うん、ごめん、ちょっと。本来はカットしていきたいんだけど。あ、ゲコ頭だ。泡で包んだ小石を投げるよ。卑怯者とか言わないでよ。卑怯者だ。汚ねえ。あ、サーナイトちゃんがいる。かわいい。サーナイトに話しかけようと思ったら、危ないお兄さんが出てきた。ちょっと。あ、チャームズじゃん。チャームズだ。懐かしい。なんか、デレデデデンみたいな感じのチャームズ参上。おいら美味しそうじゃないから食べられないから、ちょっとあれっぽいよな。バームクーヘンの一部みたいな。ボサボサがいいんです。ほっといてください。なんか面白いやつ多いな。ぬるぬるにしてやんよ。何そのミックミックにしてやんよ、みたいな。ぬる。なんか言葉がゴーゴーゴビット。頑張って働くであります。なんかカレー作ってそうな名前してんな、お前。はい。ちょっと受け取るか。ほい。結構いいアイテムもらえてんな。そう、一回さ、その、タウリンとかキトさんとか使ってさ、セロと種田を強化したいとこだよな。どっかのダンジョンに行って。まあ別に今やればいいんだけど。はい、じゃあすいません。行きますか。素晴らし岬。相変わらず素晴らし岬にじゃあ、行ってきます。はい。はい、来ましたね。アテンション。バスラを、これ、そうだね。この、他のチームに負けないようにバスラを先にぶっ潰すというわけですね。じゃあ、戦っていきますか。これ前なんかニャルマだったな、的な。ちょ、どうしようかな。しのぎの枝。なんか縛るか、とりあえず。ほい、よいしょ。うん。これ敵チーム倒さなくていいよ、お前ら。ああちょっと待って、敵チームめちゃくちゃ強いんだけど。やめてくれよ。ちょっと待って、こっちのがやばいな。ハイドロ、ドロボン一撃かよ。ほい。うん。あー、危ねえ、危ねえ。ちょ、全員縛ろう。うん。まずは全員縛ることから始まる、ストーリーですね。
前混乱させるか。ほい。どっか行け。あ、混乱させただけじゃ普通に攻撃してくんのか、こいつ。しょうがね、ぶっ潰すか。もうじゃない。おい、行け発射おぉ。うわ、火力低く。ほい。もう連携でがっつり殺していこう。強いなぁ、敵チーム。これ、まともに戦っちゃいけない敵なのかな、こいつって。強くない？うん。すげえ強いんだけど、こいつ。ちょっと。あ、オッケーオッケー。よし、じゃあバスラをやりに行くか。こっちもバスラを連れてるんだけどね。こっちもバスラを連れてるんだけど、どこ行った、あいつ。いた。ここで連携使うか。こうか、こう逃げ道をなくすと。連携を使うことによって、敵の逃げ道をなくす。そして殺す。そして殺す。はい。そう、こいつ、こいつ逃げることしかしないから。大丈夫、殺せる。お前ならやれる。できればもう一匹で囲める場所の方が良かったな。ほい。よいしょ。ちなみに今チームにはエモンガを連れてきてます。はい。一方的に殴られる痛さと怖さを。これさ、逃げるポケモンに対してさ、なんか戦いやすくなったよな、連携技のおかげで。お、眠らせるじゃん。よいしょ。非常に戦いやすくなった。あ、来た、人気のリボン。ほい、拾いましたね。グレイジョーブ！はい、お疲れ様でした。ごめん、まだちょっと残ってるのでやっていきます。つい出来心で、すいません。あら、負けたのね、トサキン。やっぱ重いんだよな、このハサミ。まったくもう笑うしかねえ。お前のハイドロポンプの火力にも笑うしかねえわ。はい、というわけで。これで、めちゃくちゃコネクティッドしますね。こんなに繋がるとは。そうだもんな、これ。戦ってたさ、敵チームともさ、コネクティッドするからさ、増える量が尋常じゃないよな。増えるね。紹介まであるもん。はい。すいません、じゃあちょっと、カッツ。うわぁ！敵か、シードラか。うわぁ、きついのがいるね。あいつどうすっかなぁ、ちょっと。とりあえず近づくか。うわっ。えぐいなぁ、こいつ。なんとかして殺さなきゃいけない。ちょっと。やばい！これやばいなぁ。弾使うかなんかの。縛り玉でも使って、ちょっと。一旦落ち着かせよう。うん。毒守り。まあ、一応シードラだから毒のトゲあるかもしれないからね。うん。ちょっと待ってね。技を設定するわ。スモーク、あ、ちょっと待って、こいつスモーク効かねえわ。いいか、ニトチャで。ニトチャ。ほっぺスリスリ。うん。ニトチャほっぺスリスリ。あ、やばい、突進じゃない。まあ、いいか。ほい。いけ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 。囲んでやれ。お！麻痺してるじゃん。いいね。そしてセロが2倍速になってる。これありがたい。鶴の鞭の PP がなくなった。早いな。行こう、ほっぺスリスリっていこう。麻痺させる。最強かよ。ほっぺスリスリ最強かよ。よいしょ。潰しに行こう。てかもう、あー、ちょっともうバスラをやめろ、お前。お前、いくら依頼人だからって許される、やっていいことと悪いことがあるぞ、お前。おま、ちょっとおま。お前ちょっとさ、もうやめてくれよ、マジで。当たんねえし、ほっぺスリスリ。命中率低いのかな、これ。もしかして。うわ、やばいな。麻痺ろ、よっけ！いいね、麻痺させて、ちょっと速度を元に戻していこう。バスラを、お前本当に邪魔なんだけど、マジで。やめてくれ。どっか行ってくれ。ああもう味方に殺された。お前どっか行ってろ、マジで。お前どっか行ってろ。うん。二度と帰ってくるんじゃない、まったく。暴れる君使いやがって。許さんぞ、マジで。来い。いけ！なかなかしぶといな、これも。
冒険の敵つ、あ、オッケー、倒した。なかなか強いよな、これな。はい、倒せましたね。すみません、暴れたかったから暴れたんです。お前が、なんかシードラのサムネおかしくね。なんかシードラのサムネなんかこれじゃない感パなくないこれ。もう拡大してみる。シードラのサムネ。何これ。なんか、何これ。なんか、シードラ、なんかすげえ、手抜きじゃないかこれ。気のせいかな。わかんないけど。はい。よいしょ。すいません。なんでもないです。はい。なんでもないです。すげえなんか、違和感を感じてしまった。今なんかシードラのサムネに。サムネというか、アイコン画像に。ほい。じゃあすいません。次の依頼まで、勝つ!こっちか?あ、来た!そうだ、なんかさ、この、秘密基地にようこそって時さ、この下画面見るとわかるけど、ちょっとアイテムがいっぱいあんのが怖いよな。うん。それだけがすげえ怖い。ようこそ私の毒毒ハウスへ。さあ奥に行って、一緒に毒の話で盛り上がろう。とか言うとでも、おったか毒毒しい。はい。予想通りですね。予想通りですね。はい。すいません。じゃあ逃げますか。一応ね、道具は用意してきた。フラフラ玉使おう。はい。おいおい。混乱するがいい。攻撃しちゃうんだもん。混乱だと。やばい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 。やばいやばいやばい。ああ寝ちゃったそっか。別に、あれか、これ。混乱してようがキノコの胞子は食らうな、この状態だと。ただこれ、こいつ、味方も眠らせてんぞ。ただ、ダーティングはなんかこいつ、早起きだかなんだかで、寝てないけど。ちょっと、エモンガ君?これ寝てるとリーダー交代できないのきついな。まだ混乱してるよな。ちょ、とりあえず部屋から逃げれるように。うわ、怖っ。痛え、ああ!ちょっと、お前混乱してんのに、何強すぎない今の攻撃。何それ。ちょっと、種だ。いや、もうエモンガを見捨てるっていう手も、エモンガを見捨ててここでリーダー切り替えってのもありだけど、それはなんかいくらなんでも、いくらなんでも、まあいい、移動しよう。ほい、まだ混乱してる。なんか俺踏んだぞ。危ねえ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 危険すぎる、ここ。このままは危険すぎる、マジで。しかもこれ味方同士で殺し合ったらもしかしてこいつらレベルアップとかするんじゃないの?すげえ嫌なんだけど。来た。うわぁ、やべえ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 。いて!なにそれ?行くぞ、セロ。ちょっと待って。エボンがお前戦いちゃいそうだな、なんかその位置だと。もういいや、逃げよう。ああ、じゃあ。ああ、お前ら!お前ら、お前ら、ちょっと、混乱だと来てくんねえのな。ちょっと待って。やばいよ。ああ、やばいやばい。エモンが残り HP1。あ、死んだ。もうダメだ。エモンが救われねえ。エモンが救われねえ。残念ながらな。ああ、危ねえ!怖すぎるんだけど。ちょっと、死んだし!マジで?いやー、ちょっと、鬼畜すぎない?アイドルボンプ強すぎるよ。なんでこんなことになるの?みんなお待たせ!晩ご飯ができましたよ!あれ?アハケンとブイゼルは?アルビアルの調査からまだ戻ってきてないんだ。口ともいないよ。ずっと部屋にこもったままなの。古代の足形文字って解読に時間がかかるみたいね。じゃあ先にいただいちゃいましょうか。待たないの？だってお腹空いてるし。いいですよね、団長。
うん。お腹ペコペコペコ。ええー、やった、いただきまー、ただいま。あ、帰ってきた。危ねえ。ボコられるとこだったぞ、ここで食ってたらお前。ブイゼル、アケン。よかった、間に合って。お、ご飯か。でもその前に、団長ワルビアルを調査してきたぜ。ワルビアルのやつ、もうここらにはいないみたいなんで、調査に時間がかかっちまった。それでワルビアルの住処を突き止め調べてみたんだが、そこにはなんと書きかけの予告状が残ってたんだ。ええー、あいつがやっぱワルだったのか。ワルビアルの住処に書きかけの予告状が、じゃあ予告状はワルビアルが書いたってことなの。住処にワルビアルはいたのですか。いや、いない。お抜けの殻だったぜ。奴がどこに行ったのか全くわからないな。あいつも利用されてるだけのような気がする。もっと大きな黒幕に。やっぱりワルビアルが犯人なのかな。あ、早く探さないとな。みんな、お待たせ。おお、来た。足型文字解読。クチート。石板の解読が終わったんだ。何か書いてあったの？石化についての文献だった。すげえ重要じゃん。石化についてだって？うん。すべて解読できたわけじゃないんだけど、これによると、ポケモンが石になる現象は大昔からあったみたいで、東にある古代遺跡にもっと詳しい資料が残されているらしいんだ。ほう。東の古代遺跡。じゃあそこを調べれば、石化の能力がどんなものかわかるかもしれないな。それだけじゃない。もしかしたら、石にされたポケモンを元に戻す方法もわかるかもしれない。石にされたポケモンを。なるほど。古代遺跡ですか。これはかなり忙しくなってきましたね。ですが、お腹が空きましたね。誰かのお腹が鳴った。また。みんな仕方ないですね。やれやれ。そういう団長だってよだれが。空腹を舐めてはダメですよ、デデンネ君。お腹が空いては何もできません。いろいろ忙しくなりますが、その前に、いただきまーす。ちょっと今回激しくない？いつもより。いつもよりバクバク音がすごい、咀嚼音がすげえ聞こえんだけど。うん、東の古代遺跡か。フチートによると、そこに行けば石になったポケモンも元に戻せるかもしれないって言ってたね。あの姿になったエンテやラティオスやラティアスも、みんな石から戻れると嬉しいかな。こうしてる間にも新たに石にされるポケモンがいるかもしれないし、元に戻せる方法が分かればかなり大きいよね。でもホエル王も石にされてたよな、あいつ。伝説のポケモンじゃないのに。よくわかんないよな。よし、頑張るぞ。明日は早速、古代遺跡に行くぞ。なんて話にもなりそうだし。今日早めに寝て明日に備えよう。ちょっと謎が謎を呼ぶな。もうちょいやるか。じゃあほい。あれ、デデンネ君がいませんね。ほんとだ。まだ出勤してないみたいだよ。朝礼に遅れるなんて珍しいな。まあ、先にやってしまいましょう。やってまい。昨日の話では皆さん大体発していると思いますが、これから古代遺跡へ調査に向かうことにします。喜ぶことなんそれ。欲しいのは石化についての情報です。危険も考えられますし、とても大切な調査になります。皆さんいつも以上に気合を入れて。皆さん大変です。どうしたん、出てかす。出てかすとか言わない。大変です。ここに来る途中で、ワルビアルを見たっていうのを聞いて。ええー、ワルビアルをどこで見たんですか。教えてくれたポケモンは旅先の途中で見たようなんですが、なんでも穏やか村の方に、やられる。穏やか村がやられる。穏やか村に。お前たちが住んでたところだよな、穏やか村は。なるほど。情報感謝しますよ、デデンネ君。さて、みんなで古代遺跡に行くつもりでしたが、どうやら変えた方が良さそうですね。ワルビアル追跡班と遺跡調査班。この2班に分かれていきましょう。まずワルビアルを追うメンバーですが、セロ、種田、行ってもらいますね。自分の故郷だからな、俺たちが行かず誰が行くみたいな感じだよな。うん、当然、ありがとう、デニュー。ワルビアルが穏やか村に行ったのなら、土地勘のある2匹が適任かと。あと、何より穏やか村にいる親や友達が心配でしょうし、ただ2匹だけでは危険すぎます。今回誰サポーティング？アーケン、あー来た、アーケン2期。
アーケンニキなんだかんだで一番頼りになるからな。承知した。遺跡の調査メンバーは、クチートデデンネブイゼルホルビーでお願いします。ホルビーは発掘調査に必要ですし、古代遺跡の場所を考えると、ブイゼルの力も助けになるかと。そしてデデンネ君。今回は君も行ってください。お、デデンネもついに行くのか。そして石化について何か分かり次第その情報を、すぐに私や種田たちに伝えてください。特に種田たちはワルビアルと対決することも考えられます。フラグすぎる。そうなる前に石化についてできるだけ多くを知っておきたいのです。はい、わかりました。私とジラーチ・ペロッパフはお留守番です。やっぱ司令官はな、一番こう、奥の方でな、司令を出さなきゃダメだな。デデンの情報によっては私がここから指示することもあるので、それに従ってください。セロ、種田。ワルビアルのことはノズパズっていうポケモンから聞いたの。ワイワイタウンの入り口あたりにまだいると思うから話しかけてみて。わかった、ありがとう。それでは皆さん、特に今回は2班の情報交換が鍵を握っています。うまく連携をとって頑張りましょう。おお。聞きますか。アーケン先輩が何が一番頼りになるかな。さてと、偶然なのか石化したラティオスたちを見たメンバーになっちまったな。厄介な事件になりそうだが頑張ろうぜ。うん。ワルビアルの情報はノズパズから聞いたって言ってた。まずはワイワイタウンの入り口に行ってノズパズを探そう。はい。あ、ちょっと待って、ガショエタワーが更新され。というわけでですね、ワイワイタウン、穏やか村に一回帰還するようですね。この先。ちょっとね、時間的にあまり、あれなので。あ、ランク上がった。いいね。シルバーランク、結構どんどん上がっていくね。発見、三角神殿、ハートレイク。増えるね。なんと、すごい情報が入ってきたぞ。レジギガスたちが現れた。やべえ。ハートレイクにエムリットが現れた。気違いしみてる。あ、すげえ、ジュークボックス増えた。すげえなぁ。はい。あ、噂を聞きつけたポケモンたちが僕の友達になりましたね。三つ兄。これ三つ兄なぜを2匹味方になってるかって、これ多分オスとメスだよな。この、悲しみの三つ兄オス。三つ兄オスという名の悲しみを背負ったポケモンだもんな。マジで。はい、じゃあすいません。ちょっと次回じゃあノズパズから行くか。ごめんなさい、じゃあ今回ここで終わりますか。うん。すいません。お疲れ様でした。じゃあそれでは次回お会いしましょう。バイバイ。ちょっとさぁ。いや、ボロ負けしちゃった。ボロ負けしちゃった。はい、はい、でもポップ強すぎるよ。ああいう事故が起こるってこと、本当に想定しちゃった、マジで。はい、すげえ悔しい。じゃ次回からそういうことがないように頑張りますか。じゃあ、それでは終わります。また次回お会いしましょう。次はね、多分決戦ワルビアルだと思うんだけど。はい、じゃあすいません。お疲れ様でした。バイバイ。